こんにちは、島田香織です、この映像はデンマークの海岸です。どこだったかはちょっと覚えてないんだけど、でも海は本当にどこに行っても気持ちいいなと思って、同じ映像をいつも撮ってしまいます。この砂利のね、音とね、波の音と、本当に気持ちいいです。はい、ということで今日も始めます。マガジンの面白い写真を見て、水彩画を使ってまたささっとスケッチするように、描くというシリーズの2回目です。まずいつものようにジェスを塗って、そして少しバックグラウンドに、薄いけれど濃い色を塗ります。ジェスを塗ると、なんというのかな、ジェスを塗った後に薄く色を重ねると、その塗った筆の、なんという跡がね、そう、 筆の使い方の筆を、なんていうのかな、筆使いの跡、筆が、はあ、なんと説明したらよいのでしょう。この筆を使った跡がよく見えて面白いんです。私はそれが好きで、ジェスをいつも使ってしまうんだけれど、ジェスを他のやり方、他の目的でね、使う人はどういうこと、どういうふうに思って使うんだろうって思いながら、私はいつも薄く重ねて、その筆の跡を見るのを楽しみにしています。話しててどんどん進んじゃったんだけれど、これは本当に写真を見ながら筆を動かして、お花のアレンジをしている男の人を描いています。本当にこれはもう簡単にね描いてるんだけど、私は見た通りに人間を描くのがすごく下手なので、これは描ける人が見たらあらあらというようなスケッチなんだけど、これはフラワーアレンジメントをしている人の写真が連写されてマガジンに載っていたんだけど、こういうふうに同じ作業をしていながら違うポーズが連写されて載ってるっていうのはね、とても、なんだろう、練習の材料にいいなと思って、で特にその同じ作業をしながら違うポーズっていうのが出てるのはとても分かりやすいので、こういう写真があると私は絵を描きたくなります。で普通電車なんかでね、もう時々絵描いたりしてるんだけど、前の人こっそり見ながらして、やっぱり動くしね、でも止まってて動かないでって思いながら、心で言いながら描くんだけど、でもそういうのも早く書く練習だし、でもこういうマガジンで書くっていうのもとても面白くて好きなんです。あとね、私はテレビを見ながら書くっ
ていうのも好きです。本当にそれはすごいスピードアップしないと書けないんだけど、スケッチはそうですね、お勉強とかその学校でやったりするのは好きじゃないけど、でも自分の楽しみとしてやるんだったら本当にどこにでも材料があるし、とても楽しいと思うので、うまい下手関係なくただ楽しいからということで、スケッチをすればいいんじゃないかなと思っています。美術学校を目指す学生じゃなかったらね、本当に楽しみでいいんじゃないかな、絵を描くのは。これは彼が 右手で、花束を抱えているところです。そして左手でアレンジをしています。ちなみにこの絵の具は不透明水彩です。不透明水彩なので水をあまり使わなければ上に重ねることができます。ここから鉛筆でラインを描いていきます。私はこの作業もすごく好きで、最後の楽しみみたいなところです。
ここで完成しました。今日も簡単にスケッチをして遊びました。このね、手帳ちっちゃいので、スケッチブックがだから本当に10分ぐらいでできるかな。10分20分でできます。本当ぜひやってみてください。こういうことをちょっとやる時間があると楽しみに、本当に楽しみになると思うので、私は朝起きた時ね、今日は何書こうかなって考えるのがとても楽しいんです。また下半分が見えなくなってしまってごめんなさい。すぐ忘れてしまいます。今日も本当にどうもありがとう、見てくれてとても嬉しいです。それではまた明日、明日は何書こうかな、またぜひ会えますように。もし楽しいと感じたら、ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。